はい、皆さん、マイド度、はい。今のご時世ね、若い美容師さんのね、パーマ離れがね、あのー、ちょっと目立つようになってきた。いいことだね。うん、パーマ嫌いな人はもうどんどん嫌いになってかけないで。もういいから。苦しいことはしなくて OK。我々がやるから、パーマはね。お店によっちゃね、あのー、30代、40代の、まあ上司なんかがね、若い方ばっかりやってね、新規のおばちゃんを若い人にやらせるとかね、 あの、パーマなんか来たらね、結局自分ができねえから、あの、どうせばあさんだから分けんのにやらしたげえみたいにね、大いに結構若い人はそれでね、どんどんね、やって実力をつけてね、もうおばちゃんパーマね、先輩より上手くなっちゃう先にね。あの、こんな奥でやってる今これからおばちゃんパーマかけるけどね、こういうことは、もともくショートに切って巻いてやればオッケーだから。だから今、パーマ離れの先輩パーマが嫌いな先輩だとさ、それテストクールもできねえんじゃねえの あのの美容師の先輩は <laughs> どうなの今パーマが嫌いな先輩だと多分ねテストカールもねトンチンカンで適当にやってると思うんだよね。それこそね、まあ若い先輩だったらロング系巻いてね、太めてね、ほんでペロペロペロって外してね、かかってかかってねえか見るんだけどね、あれ髪の毛がね、パーマ液で柔らかくなってるんでしょで長生きなんかはだらんとするのよ、引っ張られて。 で、かかってかかってねえかわかんねえから、触ってるうちにどんどん伸びていっちゃって、ね、かかってねえようにしか見えないっつの。そんでオーバータイムにして、最後に液かけるとね、取ってつけたみたいな頭になっちゃうんだよね。自然さがないっていうかね。まあこれから若い美容師さんはね、あの、ワンレンシャギ今うちのお兄さんがワンレン系のボブのシャギー切ってたけど、こんなもんだね、いつだってできんの。簡単だからこれは。まず難しいのっつったらおばちゃんパーマね。で、ワンレンシャギーができねえのにおばちゃんパーマできるかって、これはちょっと別な話。 ワンレンシャーギーできなくたっておばちゃんパーマーできる。ね。ラーメンなんか茹で方知らなくたってカレーライスは作れるんでしょ全く別のもんだから。で、おばちゃんパーマーのコツはね、中途半端に細めにしてもダメなんだよね。こういうね、まあ若い方がこれからね、おばちゃんパーマーをね、とにかく回されてやる,やるようになったらとにかく細めで巻くことだよね。太めで巻くとまずダメだね。こちらのおばちゃん、緩めで8ミリだからね。 もう8ミリよりちょっと太くするとテストカールが見れなくなるのよ、今度ねで。6ミリぐらいでもっと簡単にかけちゃうとテストカールが見やすいからね、3分ぐらいでかかるからね。5分とかね。もうテストカールが見やすいっていうのがまずパーマのコツだね。巻いただけでね、かかってるような場合もあるんだよね。痛みがひどい人なんかはね。そしたらね、もうためらずに2ーつけちゃうパーマはね、まずテストカールが見れないとね、何があんだかさっぱりわかんないからね。だからね、これから若い方、先輩のパーマを真似しないってことだね。 おばちゃんパーマがうまい先輩のは真似していいよ。<laughs> そうじゃなくて、なんかパーマ嫌いの先輩がいたら、うん、その人のもう巻き方とか、ロットの選び方、薬の選び方はすべてね、参考にしない。でしょ下手くそな人のさ、真似してどうすんのよ。<laughs> ねえ、はい、お疲れ様でした。